スポーツアイがお送りするワールドサッカー、この時間はオランダサッカー95-96シーズンから第16節をご覧いただきます。トゥエンテとフィテステのゲーム、元ブンデスリーガーアルミニアビーレフェルトをはじめ日本代表としても活躍された尾崎和夫さんとお楽しみいただきます。尾崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エンスケでヘッドディックマンスタジアムです。5900人の観衆が集まりました。現在12位の FC トゥエンテ、そして10位のフィテッセアーネムのゲームです。尾崎さん、はい、1万人くらいの街なんですけどね、このエンスケでという街は、そのうちの5900人、そうですね、まあ、半分以上の人がこのスタジアムに来ているということですね、はい、そうですね、まあ、あの両チーム特にそのホームのトゥエンテはですね、現在12位と、あまり振るわない成績なんですが、ファンは見捨ててはいないと、はい、集まってきてますね。そうですね、両チームとも11月に監督がクビになりまして、まあ、ファイヤーということでね、暫定監督同士の対戦と、いうことになります。赤いユニフォームがホームの、フィテッセ・トゥエンテ、そして、イエローとパープルのユニフォームがフィテッセ・アーネムです。それでは両チームのスターティングイレブンご紹介しましょう。トゥエンテの方からキーパーがボスケル、ディフェンダーは右からヨーポク、ホーフマー、カールネベーク、そして今日はそこにエルジンハもしくはブーレバッハという布陣であります。これが中盤、右にボスフェルト、左にカンプハウス、前の方はエレルマン、ブルフィンク、モルス、こういった布陣になっています。一方のフィテッセ・アーネムの方ですが、レイモンド・ファンデルハウ、ヨヘムセン、ファンデロイ、ラーメルス、フェルメウレン、そして中盤がミセ、ファンバンロイ、アテフェルト、フォワードはマッカイ、クロビッチ、ラロスです。右にエンドを取ったフィテッセ・アーネムのキックオフでゲームが始まります。そして左にエンドを取った赤いユニフォーム FC トゥエンテです。今日の主審はヒューフォ・ラトゥンで行われます。今キックオフです。さて尾崎さん、はい、この時間はオランダリーグの中でですね、まあ、ちょうどそのなんて言うんでしょうか、3強に次ぐと言いましょうか、本来であればそれに次ぐ実力を備えたフィテッセとトゥエンテのゲームなんですが、今シーズンはどうも良くないようですね。まあ前半ですね、なかなかこう結果が出せないと、はい、言ったような状態が続いた2チームですね、まあ、ですからそれに伴って監督の解任と、はい、いうことが行われたわけですね。そうですね、現在トゥエンテの方が4勝5分け6敗20ゴール27失点、そしてフィテッセの方が5勝5分け5敗25ゴール27失点、ということで15節までを戦って共に失点が27と、得点を失点が上回っている状況ですね、はい、まあ始まる前はですね、この2チームかなりの期待をされたと思うんですよね、まあ、優勝争いに食い込むというような考えはあったと思うんですね、しかし蓋を開けてみるとなかなかこう思うように結果が出ないと、まあ、ですがここへ来てですね、まあ、なんとかこの試合を勝ってですね、はい、まあ、波に乗るといいますかね、本来のリズムを取り戻したいと、はい、いうことは両チームかなり強く思ってるでしょうね、まあ、近いポジションにいるチーム同士ですからね、ここに勝って置きたいという部分は当然ですけれども ね、まあ、順位にも関わってきますからね、この辺の順位が近いチーム同士の対決というのはですね、はい、まあ、内容ともに非常に激しい攻撃が期待されるでしょうね、そうですね。さてマイケル・モルス後ろに残します。エルジンハー、ブーレバッハがいます。ワンタッチでパスを出しました。あ、倒されました。エレルマン、左のサイドバックです。フェルメウレン。さてこのトゥエンテのオプションの一つがですね、ゼッケン10番キャプテンマークをつけたブーレガッハのパワーシュートですね、はい、32歳になりましたミチェル・ブーレバッハ。守るのはレイモンド・ファンデルハウ、こちらも32歳です。壁に当たりましたね、はい、壁にもなんか強烈なボディーブローという感じですね、はい、ボスフェルトを中央に入れます。ファンデルハウがキャッチ。まあ、今10番のキャプテンのブレバッハがフリーキック蹴ったんですけども、お客さんみんな知ってますね。そうですね、彼のシュートがこう飛ぶ前にですね、かなりの声援を
送ってましたね、はい、ファールがありました。アヨーポフ、右のサイドバック、ロシアの選手です。立ち上がりですね、あの今フリーキックがこれで2本目なんですけども、あのバックの選手に取りますとフォワードの選手に渡った瞬間にですね、一回激しくチャージをしておきたいんですね、まあ、警戒させると言いますか、なるほど、俺がいつも後ろにいてついてるんだぞと、はい、いうような意味合いを込めてですね、激しい当たりをしますね。なるほどね、その辺がまあこの序盤の駆け引きの一つなんですね。ラーメですが右に振り、ファンデロイ、ノヘムセン、もう一回ファンデロイです。キーパーまで下げました。フォアチェック、ブルーピーク、ゴールキーパーのファンデルハウ、はい、足元のボールさばきもいいですね。そうですか、チームメイトがですね安心してバックパスをしてますね、これはファンデルハウのこう足元が非常にいいということだと思うんですね。ですからワンクッション使って展開を図ると、はい、いった狙いですね、はい。まあ、キーパーへのバックパスが禁止されて、少し時間が経ちました、キーパーも何ていうんですか、その足元のプレーができることが当たり前になってきつつありますね。特にこのオランダリーグのゴールキーパーたちですね、足元のボール非常にいいさばきをしますね、はい、逆にできなければ近代サッカーは戦えないということになるんですね。そうですね、もうそういう風になってきてますね、32歳のレイモンド・ファンデルハウ、エルジンハ、カールネベーク下げます。もう一度エルジンハ、エルジンハとブーレバッハが中盤で、まあ、パスを回す、そう起点になっているようです。エルメウレン、まあ、トゥエンテですね、はい、赤いユニフォームの背番号10番、まあ、キャプテンマークつけてですつけてますけども、ブルバッハ、言ってみますとそのゲームメーカー的な役割をしますね。そうですね、はい、まあ、中心になってボールをさばくという役割ですね、はい、ですね。フェルメンガン縦にフィードします。左のスペース、折り返せるカラロス、中に入れます。最後マッカイでしょうか、いやクロビッチです。飛び込んだのはユーゴスラビア代表。この尾崎さん、フィテッセというチームはですね、はい、ユーゴの代表クラス2人いるんですが、これなんとセルビア人とクロアチア人なんですね。ちょっと意外ですね、この2人というのは ね、この今ゴール前に入ってきたのがクロビッチ、背番号9番ですね、セルビア人ですね。そうです。でもう1人が6番のアンテミセ、クロアチア人の選手ですね、はい。まあ、ちょっと今のこの国際情勢といいますか、ね、ユーゴスラビアの状態を見ますと考えられないような感じですけどもね、ちょっとね、複雑な気持ちでしょうね、はい。まあ、でもしかし同じサッカーとチームメイトということでやってるんでしょうね。これ同じチームだからまだいいですけどね。サンダーボスケルです。まあ、ある意味でその国の人たちがですね、全員がそういう気持ちということじゃないのかもしれませんね。国同士がやってるわけですからね、はい。まあ、一番その被害を受けてるのは民衆かもしれませんね、うん、そうですね。シュートは今フィテッセの方はチャンス2つ作りましたね、外側からの攻撃ですけどもね、はい、ロングスローインを入れそうです。ヘディングでファーサイドもう一つ中に入れることができるかどうか。ルーズボールはクリアです。モルス、ファールです。バンロイ、トゥエンテの方の9番マイケル・モルスですね、はい、非常にこう東洋人的な顔つきをしてるんですよね。そうですよね。しかしそのボディバランスといいますか、ボールコントロール、スピード、いいものを持ってますね、はい。そういうふうに見ると何か今日はこれ国際色豊かなゲームということを言えそうですね。
まあ、このゲームですね、どちらかというとトゥエンテの方がやはりホームゲームですし、から順位も12位ですよね、はい、対戦相手が10位のフテッセということで、気合といいますか意気込みというのはかなり入っていると思いますね、はい。まあ、ホームで要するに2つ順位が上のチームを叩きたいと、はい、勝ちたいということでしょうからね、まあ、このゲームトゥエンテ勝てばあのポイント数でフテッセに並ぶわけですからね、はい、あとはゴールディファレンスということになりますが、まあ、今後のリーグ展開を考えても大きい一戦ですよね、はい。さてまた面白い位置でトゥエンテがフリーキックを得ました、ルーレバッハどうするでしょうか。強烈なパワーシュートの持ち主です。また打ちそうですね、直接狙いそうです。右にもいますが、右にボスフェルトがいますが、どうするでしょうか。ちょっと浮かせましたね。ルーレバッハですね、今のリプレイショットです。先ほどは強いシュートを打ちましたけども、今度はこうカーブをかけて狙いましたね、はい。ちょっと抑えが効かなかったですね、はい。まあ、引っかかんなかったというような感じですね、はい。両チームとも暫定監督が率いています。第16節のオランダリーグ、 FC トゥエンテとフィテッセのゲームです。モールス、この選手ですね、はい、ボールコントロールいいですね。エレルマン叩き出します。ブルフィンク、ブルフィンク、ブルフィンク、あ、軌道は枠の中だったんですけれどもね。ファーストハーフ10分を経過したところです。スローワーはアルコ・ヨヘンセン、右のサイドバックです。この人がアンテ・ミセです。ユーゴスラビアのクロアチア人です。ブーレバッハ、エルズインハ、ウィット、これがホーフマです。そしてアヨーボフ、エレルマン、マロスのチェック、ブーレバッハ、エルズインが左に振ります。アンドレ・カールネベー縦に振ります。モルス、ツェンテも速いボール回ししてますけども、はい、フィテッセの方の追い込みもいいですね、カールネベークです。ここまで見てると両チームとも何かこうタフなサッカーをしそうな、そんな印象ですね、うん。まあ、コンディション的にもいいというところですね、はい、うん。両チームがですね、ここまでこう、はい、成績的には不調な要因というのはここまでゲームを見てて何か伺えますか、うん。そうですね、まあ、全部の試合を見れているわけではないので、なかなか一つ一つは難しいんですけども、はい、結果が伴ってないということの一つにですね、これは左足のシュート、あー、いいシュートでしたね、はい、クロビッチ、デアン・クロビッチです。すごいこうがっしりした体型ですけどもそうですね、ここも本当にワンステップでシュートを枠行ってましたね、行ってましたね。サンダー・ボスケルです。ボスケルのパンチがなければ入ってましたね、はい。その成績が良くなっていかないといいますか、上の方に行かないという原因の一つにですね、やっぱり得点力というのがあると思うんですね、うん。そうですね、やはりそのシュートまでどういう形を作れるかということがポイントなんですね、はい。
体の向きとかですね、パンチ当たりとか守備とかは両チーム非常にいいものがあるなという気がするんですけども、この得点に行くまでのパターンですね、はい、攻撃の展開もしくはシュート、これがやはり少ないですね。一つの攻撃がですね、まあ、シュートまで必ず行くというのは難しいことだと思うんですけども、はい、2回の攻撃のうちに1回ぐらいやはりシュートを打っていかないとですね、結局はその攻撃として成り立ってないと言いますからね。まあ、当然相手もかなりの警戒をするわけですし、はい、激しいチャージをしてきますから、なかなか思うようにはできないんですけどもね、もう少しフリーを作ってシュートチャンスを作らないと、はい、やはり難しいでしょうね。両チームともここまでですね、はい、1試合あたりの失点がまあ2点弱というところなんですが、ディフェンスの面はいかがですか。まあ、ディフェンスの面は特に難しいことはないんですよね、言ってますとその基本の積み重ねと応用でディフェンスはできますから、はい、まあ、あとはこうミスが起こるか起こらないかという点でしょうね。なるほど。現在のチーム状態はそう悪くは見えないということでよろしいでしょうか。そうですね、悪くはないですね、はい、ただ開幕前にその優勝を狙うといいますか、優勝の一角に食い込むということであればですね、やはり物足りない出来ということは言えるでしょうね。そうですね。まあ、その責任を取って監督が解雇されたと、はい、いうことでしょうから、こういう時にはですね、やはり中心選手、キャプテンですね、ゲームメーカーとかストライカーとか、もしくはこの若手の台頭ですね、はい、そういう、まあ、ルーキーといいますか、ラッキーボーイ的な選手がですね、出てきてチームを引っ張るということがあります。そうですね。トゥエンテの方はユース上がりの選手も出ています。8番のカンプハウスという選手が、まあ、ユースから上がってきています。まあ、こういうチーム状態が思うにいかないときにですね、若手の活躍といいますか、そういうものはこう活気を与えますよね。そうですね。大いに活躍してほしいところですが、トゥエンテの方のカンプハウスの方はちょっと画面から消えてしまってなかなかご紹介する機会がないんですが、一方のフィテッセの方は、外部から獲得した選手で今シーズンは戦おうということで、ユーゴの2人、そしてラロスがウィレム・トゥエから、ファン・バン・ロイが NEC からネックからですね、こういった補強選手を使っています。トゥエンテの方はロシアからアヨートフという選手、右のサイドバックの選手を獲得しています。それ以外はそう変わっていません。まあ、若い選手が出てくるとですね、ええ、まあ、一つはいい面ではもうはつらつとした動きといいますか活躍ですね、はい、もう一つマイナス面というか、とかく出てしまうのはこう遠慮といいますかね、まあ、遠慮はないと思うんですけども、はい、こうちょっと引いてしまうといいますかね、ええ、やっぱりこう緊張しますし、はい、なかなかこう出ていけないわけですね。ですからそこをなんとかこう殻を破るといいますか、はい、まあ、頑張りどころでしょうね。そうですね。まあ、このトゥエンテの今日はホームゲームなんですが、はい、エンスケデという町の人口が1万人、つまり、全員が来ても1万人なわけですよね、そうしますとそのクラブ その興行収入という面から考えても補強というのは大変でしょうね、はい、大変ですね、マイケル・モロスです。そうですね、この選手本当に東洋人みたいな顔ですよね、契約はとりあえず、ね、今シーズンいっぱいということなんで、はい、ファンはやきもきしてるんじゃないかと思いますけれどもね、まあ、ですからこういう、まあ、人口が少ない町のクラブ、いい選手を育てて活躍して、まあ、高く売るというようなことがあるんじゃないですかね、はい、まあ、でもこのくらいの単位の人口だとやっぱりうちのチームっていう感じが町の人はするでしょうね、うん、全く思ってるでしょうね、まあ、面白いのはですね、人口1万人の町のクラブがですね、こう強くなっていくということなんですよね、はい、昨シーズンもそうでしたけども、トエンテの活躍というのは素晴らしかったですよ ね、 そうでしたね、まあ、あれにファンが湧くわけですよね、はい、これは
リスタートのやり直しレフリーに呼ばれてますね。はい、ハヨープフが注意を受けてます。そうですね、ラロスに対するファールです。まあ、後ろからチャージしましたからね。はい、危険なプレーではあります。キャプテンのアテフェルトはですね一つ自分がスクリーンあるいは何かこうトリッキーな形でなのか、あるいはそのまま飛び込んでいこうとしたのか分かりませんけれども、フリーキックのタイミングがうまく合わなくて、ロイ・マッカイです。20歳のフォワード。ブーレバッハ、縦に上下してゲームを作っています。カール・メレークからエルズインハ。このゲームを見てもですね、はい、基本的なプレーというのが非常にしっかりできてますよね。はい、まあ、パスが強くて正確ですね。それからトラッピングもきちんとしてます。はい、中に入れます。斜めのクロス、ダイレクトで狙いました。エレルマン、これはキーパーの正面に行ってしまいましたね。そうですね、ですから非常にこうフェアと言いますかね。はい、あーとブルーフィンク倒されました。倒されては勝手に倒れたんだというラーメルスの主張だと思いますが、そうですね、はい、ここですね、足を引っ掛けていないのにですね、11番のブルーフィンク、はい、倒れましたね。まあ、よくショープレーというふうに言うんですけども、まあ、フリーキックを取ろうというようなプレーだったんですね。ですから逆にフリーキックを取られましたね。そうですね、ラーメンス怒ったわけですね。はい、18歳のブルーフィンク、そしてラーメンス28歳です。ニコヤン・ホークマ、ドリブルで上がります。ホークマ左のオープンスペースを使いますが、キーパーへのバックパス、ヘディングのバックパスでした。丁寧にマイボールからのリスタート。あーしかし今のはしかしフォアのチェックが良かったですね。ヘレルマン、まあ、プレッシャーをかけられたことによってですね、まあ、パスミスしてしまいましたね。はい、速いパス中央に送りました。ホーフマンが上がっています。センターバックの選手、20分を経過しました。ファーストハーフです。両チームまだ得点がありません。押しているのはトゥエンテ。ボスフェルト倒されました。アテフェルト、まあ、あの辺も微妙なんですけどもね。しかしそんなに激しいチャージを後ろからしてるわけじゃないですから、はい、ラロス抜けましたね。ラロスラストパス、ワントラップシュート、あーチャストミートしない。クロビッチちょっと重たいでしょうか。まあ、体つきはがっしりしてるんですけどね、なんかその分重たいというような印象を受けますね。はい、モルス、モルススルーパス、ブルフィンクシュートいい形ですね。はい、やはりトゥエンテの方のマイケル・モルス、いいプレーをしますね。いいボールコントロールからのスルーパス、まあ、決定的なパスですから相手にとっては非常に嫌なパスでしたね。はい、黄色とこの紫のユニフォームがフィテッセアーネムです。このフィテッセの選手たちのユニフォームですね、襟首のところがこう紐でちょっと通してあるようなユニフォーム着てますね。以前流行ったタイプといいますか。あ、そうなんですか。なかなか懐かしい形だなと思いましたね。なるほどね。エンスケデという街はオランダの東部ですから、はい、比較的ドイツに近い部分でしょうね。尾崎さんもドイツで活躍なさってた、オランダのチームとどうですか。ビーレフェル等で対戦したことはあるんですか。ありますね。あ、そうですか。アヤックスともやりましたね。あ、そうですか。はい、覚えてる選手いますか。時はライカルトいたんじゃないですかね。あ、そうですか。若い時ですけどね。はいはい、ポール・ボスフェルトがフェアリアスラストこれもいいパスですね。そうですね、はい、ブーレバッハから決定的なスルーパスですよね。相手の裏に出すパスですから、はい、相手にとっては嫌なわけですね。で、今みたいに通れば決定的なチャンスになりますから、はい、
コーナーです。エレルマン。ファーサイド、ファンデルハウ。高いボールの処理は安定しています。このファンデルハウよく出てきますね。はい。まあ、ということはフィテッセの方が押されていると言いますか。そうですね、はい、画面によく登場してきます。一方のサンダーボスケルの方はほとんど映らないですね。一本、クロビッチのシュートが枠にいたのがありましたけれどもね、ここ難しいところですが取りました。こう見てまして両チームともですね、オランダリーグの10位と12位のチームですけども、身体的な能力はかなりあるという感じですね。そうですか。非常にこうパワフルな出来上がった体してますね。それでいて基本技術が正確と、はい、まあ、ですからこういう試合展開、まあ、言ってみますとこう綺麗に進んでますけども、はい、実際やってる選手たちはかなりハードでしょうね。そうでしょうね、はい、一つの競り合いでもかなりのエネルギーを使ってると思います。今みたいなパスですね、はい、まあ、タッチラインはありましたけども、このスペースに出すパスといいますか、はい、こういうパスを多く使うとですね、チームのリズムといいますか、いい形の攻撃になってきますね、はい、アンドレ・カーラネバックスローイン入れます。ルックアップ、今ブレバッハのアウトサイドのパスでしたけどもね、はい、ポスフェルト、エレルマン、フェルメウレンのファールと、フェルメウレンは非常に niggly in his challengesIt was only a matter of time. This time, though, the referee didn't feel it was an advantage. ミチェル・ブーレバッハ。Quite right to pull him up. 今シーズンはキャプテンマークをつけています。Burebach. そして昨年までキャプテンでしたニコヤン・ホーフマン。左に振ります。左のサイドバック。カールネベーク。縦に送ります。ブルフィンク。ターンしてボールを取り返しました。フィテッセ。ルーズボールはエレルマンが追いますが、エレルマン。キーパー飛び出しています。いやあ、チャンスでしたね。これはシュートを打つべきでした、いい形でカットしたんですよね、はいはい、でゴールキーパーのファンデルハウが出てきてですね、シュートコースを抑えたんですけども、はい、まあ、ゴール正面でフリーでしたからね、あそこはもう振り向きざま左足でシュートと、はい、打ってほしかったですね。そうですね、今ね、ホーフマン、ブルフィンク、ホーフマン、ブーレバッハ、まあ、ですから先ほどその攻撃と得点力ということを言ったんですけども、とこれはボスケル、このボスケルも足元自信あるようですね。あ、結局アウトオブプレーに逃れてしまいましたが、あれもう一つ中に入れてもらえるとさらにいいんですけどね。繋げられればよかったですけどね、まあ、しかし繋ごうと思って捉えたらですね、はい、自分のゴールがら空きですから。そうですね、はい、安全第一を考えてタッチラインに逃げましたね、はい、アイオトフからモルス、後ろからこれは厳しいチェックでした。今のモルスのトラッピングはいいですね、はいはい、後ろから来たボールアウトサイドできちんとコントロールしてですね、相手のプレッシャーをかわしましたね、はい、ブルフィンクのポジションがオフサイドだったようです。まあ、先ほどの7番、エレルマンですね、はい、シュートチャンスを逃したということなんですけども、あの辺なんですよね、あそこシュート打って決めるか決めないかですね、うん、チームの状態って違ってくると思うんですね。そうですね、だから問題はそのあたりのですね、決定力のような感じですね、まあ、シュートの意識と決定力でしょうね、はい、シュート打ちます、今、はい、クロビッチシュート打ちましたけども、得点ならなくてもですね、はい、やはりシュートを打っていくということが大事なんですね。そうですね、エレルマン、アイオポフ、まあ、ボクシングで言いますと、やはりそのパンチを出すと、そうですね、はい、いうことは大きいでしょうから。そうですね、
出さないか倒れないわけですね。そういうことですよね、はい、またこの両チームフィジカルでも随分ぶつかってますから、まあ、ボディーブローのように効いてくるし、あの押し合いですね、押し合いもこう押し負けた方が疲れるわけですからね、タフなゲームです。シュートも打ってですね、枠に行けば何かしらのことで入ることはあるわけですけど、そうですよね、打たなければ入ることは絶対ないわけですからね、はい、ホフマン、アヨーポフ、右のスペースですが、まあ、フェルメール、深くプレッシャーかけてますね、トレントの方は、両チームまだ得点がありません。オランダサッカー95-96、尾崎和夫さんの解説でお送りしています。12位のエフセトゥエンテと10位フィテッセアーネムのゲームです。ここでトゥエンテがですね、はい、かなりプレッシャーをかけてボールを取りに行ってるんですけども、まあ、例えばそのアヤックスとの違いですね、の一つにはですね、アヤックスの選手たちはプレッシャーをかけて結果的にボールを取るという技術があるんですね、はい、しかしトゥエンテのこの選手たちのプレッシャーというのはですね、まだその取るというところまで行ってないんですね。なるほど。単にかけてると、まあ、圧迫は相手に与えてるんですけども、ボールを奪うというところまでまだ行ってないわけですね、はい、プレッシャーのかけ方としては正解ですけども、結果的な守備としてはですね、やはりアヤックスの方が一番上というような守備ですね。そうですか。そういえばこの延長上縦にいます、まあ、縦に出せばだったんですが、マイケル・モルスという選手もアヤックスのユース上がりという選手でね、さあキック力ありますが、ブルバーですね、ショートパスを出します、スルーしました、しかしありませんね、タッチラインがありました。カールンデベック、まあ、ですから今みたいなところもですね、本来チームですから噛み合っているべきところなんですよね、はい、それがこうずれてるということが、まあ、結果に出てるでしょうね、はい、まあ、順位に表れてると、いうことですね。なるほど。プレッシャーを受けながらラロス下がってしまいます。一旦後ろに預けました。ラーメルスからフェルメウレン、もう一度ラーメルス、あっといいパスになりましたね。マッカイ、マッカイシュート打てるか、ラストパスカット、リフティングからクリアです。そしてターンしてルーズボールは拾います。フェルメウレン、マイケル・モールス、モールス足技いいですね、はい、モールス、さあモールスカウンター、細いですけどもスピードと柔軟性ありますね。クリーンになっています。ブルフィンク、ブルフィンク中を待ちます。あーっと何ですか、長い笛ですから反則があったんでしょうが、違うところで何かありましたね。誰か倒れてるんでしょうか。そうですね、トゥエンテの選手が倒れています。これはですね、おそらくボールと全く関係ないところで、相手と揉み合いましたね。あ、結果的にトゥエンテの選手倒れてますけど、よく競り合っていくときとかですね、はい、お互い走り、まあ、平行で走っているときにですね、ポジションの取り合いといいますか、スペースの取り合いするんですね。そのときに思わず手が出たりユニフォームを引っ張ったりするわけです、はい、でこれレフリー見てたんでしょうね。なるほどね、エレルマンが倒れています。したがってこのフリーキック取りましたね。あ、ここでですね、はい、まあ、ある意味でボールはトゥエンテの方に流れてましたから、プレーオンでも良かったかもしれませんけど ね、ブレバッハ、カメラ吸い込まれました、うん、アドバンテージでも良かった気もしますがね、はい、ブルフィンク、フォアチェック、ファンデルハウ落ち着いてますね、はいはい、ゴールキーパーながらいい球さばきしてます、スローイン、ブーレバッハ、両チームとももうすでにアシスタントコーチになっております、フレッド・ルーテンという人がこのトゥエンテの、現在臨時監督、そして一方のフィテッセの方はヤン・ヨング・ブルート、そしてフランス・ディエッセンというこの2人が、指揮を取っています。まだ新監督がこの時点で決まっていない両チームです。
まあ、ヨーロッパのクラブチームの場合、まあ、監督が成績が悪くてですね、途中で解雇された時に、まあ、ほとんどの場合アシスタントコーチがそのまま上がりますね、はい、指揮を取ります。まあ、シーズン中ですから新しい監督をすぐ連れてくるということは難しいわけですね。そうですね、なかなか人選も難しいですし、人もいませんよね、はい。アシスタントコーチの名前を見ていても、あの往年の名選手と言われる人は結構いるんですね。いますね、はい。まあ、それだけリーグの歴史、サッカーの歴史がありますから、はい、いい選手がたくさんいるということだったと思うんですね。そうですね。さあ、トゥベンテ。ニコヤン・フォークマです。昨年まではキャプテンでした。昨年のキャプテン。コーナーキック、フィテッセのチャンスです。中にいるのはクロビッチ、マークはヨーポフ、キッカーはラロス、左足ウィレム・トゥエから移籍してきました。何気ないプレーでしたけど、フェルメウレン合わせましたね。ミセです。ミセがモルスをマークしている形なんでしょうかね。よく一緒に映りますね。エルシンハ、ある程度持ち味が似たチームだけに中盤では潰し合うシーンも多いようですね。さてフィテッセ中央に一旦戻します。ファンデロイ、まあ、どちらも状況を探っているというところですね、はい。ブーレバッハドリブルでスペースを作ります。ブルフィンク、ある意味で基本に忠実というプレーをします。この両チームですね、はい。モールス、あー、ワンツーですね。やはりこのモールスですね、一つのこうきっかけになりそうな選手ですね、トゥベンテにとって、ホフマン、カルネベーク。35分を経過したファーストハーフです。エレルマン、アトフェルトはローダイエー制から移籍してきました、移籍してきて今シーズンはキャプテンです。レイモンド・ファンデルハン、やはり中盤は激しいです。短い間隔で笛が良くなっています、はい。まあ、中盤というのはどちらにしてもですね、そこを通過すればゴール前に行くわけですから、はい。まあ、両チームの選手とも中盤は自由にやらせたくないという思いはあるでしょうね、はい。まあ、それとたとえこうファールになってもですね、激しい当たりでファールになってもフリーキックを取られて行ってみますとゴールから遠いわけですからね、はい。それほど怖くはない位置ですよね、まあ、ですから当たる方も思い切って当たってますね、うん。そうですね、トゥエンテの方はパスの出所はブーレバッハ、もしくはエルジンハというところですが、ちょっと前線とはまだ距離があるような気もします。まあ、こういう膠着状態の時に大事なのはフォワードの動きですね、はい。ミスパスです。ホーフマとアヨーポ、まあ、あの動く選手がいないからパスのコースができないわけで、やはり選手の動きというのが一つの鍵です、はい。フィテッセの方もわずかにこの左サイドラロスがチャンスを作っていますが、マイケル・モールス、はい、いいトラッピングからドリブルですね。この辺がうまいですね、はい。非常にこう重心が低くてですね、はい、柔らかい、しかもそのボールのタッチにキレがありますね、はい。この選手モールス、
エルシンさん、ボスフェルトファウルを受けました。深いタックでしたね。はい、It's two against three. Kurevichofanti going alone here. He can certainly shoot the range. He does. Again, he gets his third shot of the match. ユーゴスラビアの選手ですね。まあセルビア人ということですけども、盛んにゴールを狙ってますよね。そうですね。常にゴールを意識してシュート。彼の持ち味です。はい。ニコヤン・ホフマン、カールネベーク。Pick of the players for Vitesse.ロシト・ホフマン。さて、どこを起点にするでしょうか。こうボールを持ちながら戦況といいますか、前方パスのコースを探しているといったような感じですよね。うん、そうですね。壁を使いますが、これはちょっと浮いてしまいました。ラメス、ラメルス、ノーファウル。ノーファウル。エルシンハン。力強い走りですね。そうですね。今相手が肘でブロックしてましたね。振り切って進みました。はい。モシフェルト、ブーレバッハ、アヨーポフ。手数を珍しくかけています。これインターセプト。ラロス後ろに残します。フェルメールン。ラロス。エルメウレン、ボスフェルト。少ないタッチで回してるんですが、インターセプトも多いですね。守備はタイトにですね、はい、基本に忠実にやってますね、はい、両チームとも。ラロス、ちょっと真っ赤いの距離がある。若いのポジションはどうでしょうか。なかったり重なったりですね。今日はあんまり良くないようです。うまく機能してませんね。エレルマンです。まあ、両チームとも守備をしっかりよくやってると、はい、まあ、裏を返せば攻撃がなかなかうまくできてないということですけどね。何かそう、なるほど、そういう戦いを今シーズンはしているんだなっていうのが伺い知れるような、そんなゲームですね。ですから、まあ、フィテッセの方はですね、このようにボールを取ってから速攻というような形が狙えますね。トゥエンテの方はこの前方にパスを出すコースを探しているというようなシーンが多いですよね。そうですね。40分を経過しました。ファーストハーフです。両チーム得点がありません。ロイ・マッカイ、20歳の選手です。まあ、この選手のエル首を見ていただくと分かると思うんですけど、紐を通してますよね。タフなサッカーでここまで続いています。非常にタフなチームのオランダサッカーなんですが、それにしても若干のダウンが後半は心配されるところではありますが、エレルマン、面白い位置です。あ、ファールを取りません。ブルーフィンク怒っていますが、かかったようにも今見えましたけどね。レイトアクションですがね、初めは関係ないんですね。この後です。ここ、まあ、しかしですね、このファンデルハウ、相手の足をさらってませんよね。そうですよね、はい、わざとですね、相手の足をこう抑えたり引っ掛けたりはしてませんよね、あくまでもボールを取りに行ってセービングが外されたと、はい、いうようなプレーですから、まあ、PK ではないでしょうね。なるほど、はい、レフリーは今日はヒューフォー・ラートゥンです。まあ、今トゥエンテのブルフィンクは狙いましたね。オフサイドです、はい、PK を取りたいといったような転び方でしたね、はい、18歳のフォワードです、ブルフィンク。まあ、最近はですね、 PK を取るためにわざと転ぶプレーは逆に警告を取られますからね。そうですね、ヨーロッパの方では審判よく見てますよね、50ボール20です。
ルーレバッハがかなり下がりました。ホーフマン、こうかなり中盤が伸びてしまった感じはしますね。トゥエンテの方も長い距離を運んでいく形になります。その間にフテッシュは真ん中を固めてしまいますので、なかなか決定機にはなりません。まあ、大体ですね、あのシーズンの真ん中あたりまで来てですね、順位が同じぐらいの順位という両チームですから、力の差というのがそうありませんよね。そうですよね。非常にこの均衡した戦いがついてますよね。まあ、この試合はホームのトゥエンテが、まあ、順位が2つしたということもありますけども、なんとかあの勝って終わりたいという姿勢が出てますよね。そうですね。ルーレバッハのパスインターセプトされました。後ろから飛びかかりまして、流したんでしょうか。これもミスパスです。ラロス、フィテッセボールのリスタート。ウヘムセンが入れました。いませんね。ちょっと淡泊ですね、はい、この時間。まあ、ミスパスをするよりは前にスペースに蹴っておきたいと言ったようなキックでしたね。はい、ファーストハーフはほとんど時間がありません。ホーフはどうするでしょう。あんまり無理をしません。エレルマン、ホーム味方との距離が悪くてですね、50の位置に置く。あ、これはファーストハーフが終わりました。いや、ファールですね。フリーキックですね、はい、これ3番のニコヤン・ホフマンが蹴った後にですね、タックルが行きましたから、アタフェルト、はい、まもなく45分になります。ルーレバッハ、モルス、今のポストプレーも何かこう一つ噛み合ってない感じがしますね。あの連続性がないですよね。そうですね。あ、ほとんどロスタイム取りませんでしたね、はい、ファーストは終わりました。尾崎さんの印象を聞かせてください。あの両チームともですね、守備は非常にしっかりしてますね、はい、タイトに基本に忠実に、あとは攻撃の時にですね、いかにこの2つ3つ流れるようなプレーができるかと、続けるかということじゃないですかね。なるほど、はい、オランダサッカー95-96、この時間は FC トゥエンテとフィテッセアーネムのゲームをご覧いただいています。お知らせの後、それではファーストハーフを振り返ってみたいと思います。パワーにあふれたドライバビリティはフレッドカプルスのプレイを彷彿とさせる。精度の高いコントロールはリー・トレビノのプレイのようだ。鋭い状況判断は青木功のプレイを思わせる。走りのすべてをコンピューターが制御するノーススターシステム搭載のキャデラックセビル。が君のパスを待っている。日本旅行がこの春君に送る特別企画、本場ブラジルでサッカーの神様ジーコが基本プレーから応用まで徹底指導。11日間ジーコのサッカーセンターで実技トレーニング、グループ試合、サッカー戦術など幅広いメニューが待っている。海外生活のサポートは日本旅行の専任添乗員が24時間体制で行いますから、お任せください。そして今回参加者全員にすぐに使えるサッカー用具などが入ったシステム手帳をプレゼント。旅行期間は3月24日から4月3日まで。詳しくはパンフレットをご覧ください。お問い合わせは日本旅行 03-3364-3701 03-3364-3701 まで。さあ、この春ブラジルで思いっきりキックオフ。スポーツ愛がお送りする全米カレッジバスケットボール、
NBA 予備軍の学生プレーヤーが繰り広げるアンビリーバブルなスーパープレー。鋭いパス、ドリブル、そして豪快なダンクシュート。ジョーダンもオラジュアンもオニールもカレッジバスケの卒業生。スーパースターへの登竜門、全米カレッジバスケットボールは毎週火曜日夜8時30分から放送中。お楽しみに。それではファーストハーフハイライトシーンで振り返りながら、尾崎さんのいろいろとご覧いただこうと思います。12位のトゥエンテ、そして10位のフィテッセのゲーム、まあ、いい意味でも悪い意味でも実力拮抗というゲームだったんですが、まずこのシーンですね。この時間はあの両サイドからえぐった攻撃、フィテッセもね、はい、あったんですけれどもね、この、フィテッセの方のクロビッチ、はい、このセンタリングに対して中詰めてきてますね、まあ、盛んにそのゴールを狙っている選手ですね。典型的なストライカータイプです、はい、ここもそうですね、はいはい、ほんのわずかな隙なんですけども、シュート打ちましたね、はい、まあ、そう勢いのあるシュートと思いますでしたけれども、この辺のあっという間にそのボールを奪ってからの速さですね、はい、判断ですね、まあ、シュートは枠いってましたね、はい、どういうタイプと言ったらいいでしょうね、このクロビッチという選手、自分でこう切り開くという感じもしないし、そうピンポイントという感じもしないし、まあ、典型的なセンターフォワードタイプの選手ですね。センターフォワードという言い方ですね、はいはい、これはあのボスフェルトがね、はい、ゴール前まで走り込んでいったシーンでしたね。これブーレバッハの見事なスルーパスですね、はい、そしてボスフェルト惜しくもキーパーに阻まれましたけどね、うん、足元のプレーもいい、そして、まあ、グランダーのボールについてもファンデルハはなかなかいいようですね。そして今度はフィテッセの攻撃です。クロビッチ、クロビッチが一つの起点になってます、はい、これいかにもクロビッチらしい、そうですね、まあ、フィテッセの方はミドルシュートを多く打ってました、はい、そしてこれはブルフィンク、ペナルティーの中で倒れた、ね、はい、ブルフィンクがゴールキーパーのファンデルハウを外したんですね、この場面です。抜いて出るんですけども、ファンデルハウは足をさらってませんよね、行ってみますとボールを抑えに行ってるだけですから、はい、まあ、PK ではないでしょうね、はい、両チームの決定的なシーンを集めてファーストハーフのハイライトをご覧いただきました。それではお知らせの後セカンドハーフをご覧いただきます。忙しかったな。でもうまくいったな。ドリンカム、仕事の後はやっぱりバドだな。限りない飲みやすさ、バドワイザー。119年の伝統、一つの変わらぬ製法、70カ国以上で愛される世界の味、 5% アルコール、限りない飲みやすさ、それがキングオブビア、バドワイザー。 CS テレビなら変わります。おう、ニュースドラマ、 CS テレビが送る専門チャンネル、視聴者は年々増えています。さまざまな番組を全国へ、 CAB ジャパン衛星テレビ広告協議会。エンスケでのヘッドディックマンスタジアムで行われたゲーム、尾崎和夫さんの解説でご覧いただいています。 FC トゥエンテとフィテッセアーネム、ファーストハーフ両チームとも得点がありませんでした。ファーストハーフのスタッツはご覧の通りです。シュートオンゴールの数は3本と4本であります。まあ、決定的なシーンというと、もう本当に数えるほどしかありませんでしたね。とりあえず、トゥエンテの方が一つチャンスらしいチャンスがありましたけどね。そうですね。残念なのはトゥエンテ、エレルマンがシュートを打っていればというシーンがね、一箇所ありましたけれどもね。
赤いユニフォームがホームのトゥエンテです。現在12位、4勝5分け6敗20ゴール27失点です。ちょっと選手寒そうに見えるんですけどね。95年12月3日日曜日のゲームです。第16節、ゼッケン14番の選手テオ・テンカートです。この選手は昨年まであのフィテッセで、ね、プレーをしていた選手なんですが、もともと彼がプロサッカー選手としてキャリアをスタートさせたのはこのトゥエンテからです。アウデカンプハウスに代わって入りました。おそらく同じ左のハーフのポジションでしょう。カンプハウス、しかし大崎さん、ユースから上がってきたんですが、結局一回も紹介できないまま終わってしまいましたね。まあ緊張してましたかね、なかなかこう画面といいますかプロに加わることがなかったですね、はい、そうですね。赤いユニフォームトゥエンテ、黄色と紫のユニフォームがフィテッセです。さてファーストハーフの終了間際の方はちょっと緩い中盤になりましたが、さてこのセカンドハーフに入って時間はどうでしょうか。30歳になりましたミッドフィルダーテンカートです。エンドは右にトゥエンテ、左にフィテッセです。テンカート左のスペース、ルヘムセンです。今のパスはちょっと危険ですね。そうですよね、中に入れてしまいましたね。しかも相手フォワードが揃っているところに、トゥエンテはすかさずプレッシャーかけましたからね、そうですね、揃って綺麗なプレッシャーでした。万が一トラップのミスがあった場合はもう決定的ですね。いや本当そうでしたね、はい、さてどういった作戦を立ててくるでしょうか。両チームとも暫定監督でゲームを行っています。11月の中旬に両チームの監督が解雇されました。ブレバッハ、あ、面白いボールです、はい、今みたいに相手の裏にですね落とすボールといいますかパスは非常にこうチャンスになるというか、相手にとってはもう本当に嫌なボールなんですね。そうですね、まあ、正確なキック力、そして力強いキックを持っているブーレバッハ、そういった一発でね相手を崩すパスを出せる選手ですね、はい、レイモンド・ファンデルハウ31歳です。フィフティーボールを蹴りました。しかしフィテッセの選手、ブルフィンク、ブルフィンク一人で中を切り込んでいきます。ブルフィンク、さらにブルフィンク折り返すか、スライディング、ドリブルで2人3人と、はい、いいステップワークでかわしてきましたね、レオポフのフォアルを取りました。リキックのやり直しですか。そうですね、レフリーヒューフォー・ラウトゥン、まあ、よくボールがきちんとコントロールというか止まってないとですねやり直しにする時がありますよね。そうですか、まあ、タフなゲームをしていますけれども、カードが、ね、出るようなシーンはないですからね、はい、エルジンハからモルス、ファールです。クロビッチ、まあ、このクロビッチは頑強そうな体つきをしてますよね、はい、またファールです。ダーティーという感じこそしませんが、ハードなプレーですよね、一つ一つがね、はい、ブレマハキーパーに戻します、はい、見てお分かりのようにですね、身体能力というのはかなりありますね、はい、体も大きいですし、しっかりこうトレーニングされているという状態ですから、局面での当たりというのはかなりのプレッシャー、
激しさあると思いますね。はい。エルジンハー、アヨーポフ、ホフマン。Making the run now is Theo Ten Kaart. It nearly came to him. ダニエル・エルマンがいましたが。Throw to FC 20. Still 0-0 here in Enschede. カールネベーク。カールビーク。ブルフィーク。テンカート。ブーレバッハ。Theo Ten Kaart. This is Budapak. ブルフィーク。ワンツーですね。はい。ラーメルスが切ります。テンカート、エルスインハー手に送りました。インターセプトアテフェルト、フィールパスを出します。マッカイを走らせます。カールネベークバックパス、ボスケル縦にフィード、これまたインターセプト、アテフェルト、コースをよく読んでいます。ラーメルスバックパスです。ウヘムセン、ブルフィンク、フォアチェック、後ろから押しました。ブルフィンクのファール。アルノルド・ブルフィンク18歳です。185センチあります。まあ、18歳の選手ですけども負けてませんよね。立ち上がりこそファンデルハウ丁寧にスローインからのリスタートだったんですけれども、セカンドハーフに入ってからは蹴ってますね。フェルメウレンです。左のサイドバック、ホフマ、クロスを入れます。バックパス落ちてますね。まあ、後半の立ち上がりもですね、どちらかというとこうトゥエンテが主導権を握ってますね。そうですね、はい、ホームのトゥエンテ赤いユニフォームです。しかし無理をしてないですよね。しかしね、スローはフェルメウレン。ラーメルスフィードします。さあ、ルックアップ丁寧に入れることができるでしょうか。プロビッチ、down goes Boska and makes the save。プロビッチですね。プロビッチも飛んできますね、ボールがね。今のは決定的な場面でしたね。はい、ある意味でゴール正面からのシュートですよね。ワントラップしてそのまま。こういうルーズボールのところにいますね、プロビッチは。はい、今のは逆に言えばその入れててもおかしくないケースでしたね。はい、クロビッチという選手はそのパワーシューターというよりは丁寧に枠の中を狙っていくタイプのストライカーのように見えるんですが、まあ、大事にコースを狙うという感じです。はい、ルーズボール。ラーメルスもしかしファンデルハウの足元を信用しているんでしょう。バックパス多いですね。押しかかっていったマッカイの方が落ちました。ファンデロイ。左のスペース。うんと生きてますね。はい、ここは丁寧に入れたい。一つかわした。ここまでいいプレーです。あー、ホフマーです。もう一回拾います。シュート、ミセ。テンカートからモルス。アテフェルト。Very unfortunate to give away the free kick. Moles had only one thing in mind there.
ブレバッハ。ブレバッハ。ボスフェルト。アイオポン。ピタスです。モルス。モルス。モルス。媒介されました。アテフェルト。粘りのある持ち方をしましたけどね。独特で面白いですよね。カールネベーク。まあ、ただ両ゴール前はですね、かなり硬い守備を引いてます。まあ、両チームともですね。そうですね。ボスフェルト、ブーレバッハ。まあ、ある意味でこういう均衡状態を破れる選手というのがいい選手といいますかね、評価される選手でしょうね、エルジンハ、エルジンハ、ブーレバッハ、ブーレバッハ、エルジンハ、エルジンハ、ブルフィンク、ブルフィンク折り返す、ヘディングシュート入りました。最後はエレルマン、エレルマンですか、モルスでエレルマン、はい、はい、ついに均衡を破りましたね、波状攻撃でしたね、はい、このゴールの前の展開がトゥエンテ良かったですね、はい、ここのラストパス、はい、ブルフィンク、ブルフィンクもよく折り返しましたよね、走ったんですがね、そしてモルスのシュート、これを一旦フェルメーレンが弾き返すんですが、詰めていたエレルマンが16分です。本当にもう力で押し込んだというようなゴールですね。そうですね、まあ、やはりゴールへゴールへかかっていってですね、それでシュートチャンスを伺いながらパスを回すという展開は相手にこうなんていうんですか、消極的にさせると言いますかね、後手を取らせますよね、まあ、そういう展開から結局はその外側からのセンタリングでしたね、はい、まあ、外側からのセンタリングが得点になる確率が一番高いですから、はい、そうですね、はい、さてアウェイのフィテッセも1点取られましたから取りに行きます。フリーキック、これはもうフィテッセの方は点を取らなきゃしょうがないですね、さてアテフェルト、守るのはボスケル、アテフェルトは入れます、ヘディングのクリア、ルイスボール中です、生きています、ラーメルス、モルス、ブルフィンク、アテフェルト潰しました。ブーレバッハ、エルジンハ、ゆっくり仕掛けます、パサーのブーレバッハ、右のアウトサイドで縦に出します、ポストプレーモルス、リターンをもらいます、左のスペース、ブルフィンク、展開球回しが良くなってきましたね、そうですね、ブルフィンク間を抜きました、モルスポストプレー走り込んでシュートか、ブーレバッハ、ああ、もう一人ファーサイド合わせましたが、今のはシュートでしょう、はい、はい、ちょっとこう遅れましたね、そうですか、はい、ここですけどね、これブーレバッハ振りが遅れましたよね、あ、その分パスのような形になったんです、はい、当然前にいる選手も来るとは思わなかったんですね、まあ、パスが強かったというか計算がちょっと遅れたんでしょうね、はい、中でモルスがポストプレー、左にブルフィンクが開くようになりましたね、まあ、そのようにですね、あのオープンに開いた方がいいですよね、はい、攻撃は開くということがですね、相手の守備陣を散らばせるということになりますからね、うん、その分隙ができてくるわけですね、はい、テンカート、こういう展開はいいですよね、はい、ボルス、テンカート、このテンカートが入ってボールの回しが良くなりましたね、まあ、ということはですね、逆に言えばその前半スターティングメンバーでした8番のですね、はい、カンプハウス、まあ、若い選手ですけども、
まあ、あんまりこう聞いてなかったと。そうですね、まあ、ですのでトゥエンテの方のリズムが出なかったと。そうですね、あるかもしれませんね。消えたというよりは現れなかったといったそんな感じですね。まあ、18歳の選手ですから、はい、多少緊張というのがあったかもしれませんね。Adamans goal after 56 minutes separating the two teams. It was just what the game needed as we approached the hour mark here. ここまでは1対0、ホームのトゥエンテがリードしています。テンカウント、いっぺんに裏を通そうとしましたが、It really wasn't ever going to reach anybody. Atterveld.あポストプレーも良くなります。モールですね、はい、そしてモールス今の相手の裏にボールを出して抜け出る動きあたりは俊敏でうまいですよね。はい、モールスのポジションはオフサイドポジションです。モールスこの9番のマイケル・モールス、今年で契約が切れるということで、どこかに移籍したいというような考えもあるみたいですね。まあ、あるいはイタリア、あるいはスペイン、もしくはアメリカというような名前が挙がってますね。20 have the significant advantage in a tight match. ラーメルス。One goal could well prove decisive here. アンデロイ。But certainly 20 will want a second for security as Vitesse haven't played up to their full potential here but are well capable of snatching a goal on the break. Certainly in Dejan Kurovic. It's just over. こぼれ球をダイレクトボレーです。アタフェルトです。Raymond Atterveld. このタイミング的にはいいんですよね。はい。Came back to him.クリアーボールですから一瞬こう間が来ますね。Remember seeing him score a long range effort in his days playing days in England for Bristol City. But we haven't seen anything quite that suggests he's going to be a regular goal scorer. But he has managed three goals so far this season. So clearly.A player with plenty of potential. Now there's an opportunity. 混戦の中ですが、ホイッスルです。今このキャプテンマークをつけた尾崎さん、アテフェルトの話をしたいんですが、彼もまあいろんなチームを回っていまして、外国も行きました。そして昨年ローダ衛星、まあ彼が入ったことによってローダ非常にですね調子が良かったわけですね、昨シーズン。まあそれが、パスは誰が持っているのかということはわからないんですが、今シーズンフェセに移籍してきまして。はいそしてローダの方は調子を落とした、まあ、器用なプレイヤーでどこのポジションもできるという選手なんですけれどもね、面白い選手ですね。そうですね、キャプテンシーもあるということなんでしょうね。そうでしょうね、言ってみますとその移籍してきた選手がですね、はい、すぐ新しいシーズンからキャプテンを務めるということは稀ですね、なかなかないですね、はい、やはりそこのチームに長くいる選手とかベテランとかですね、そういう選手がキャプテンやるのは普通ですけどね、はい、まあ、それだけこう統率力といいますか信頼性があるんでしょうね、はい、でまあ、たくさんのチームを渡り歩くということもですね、まあ、人によってはなかなか難しいことなんですよね。環境が変わりますし、まあ、当然住んでるところとかですね、はい、周りのチームメイトとの、関わりが変わってきますからね、それにこう非常に柔軟に応対しているということでしょう。まあ、フィテッセとしてみれば、ユーゴからの助っ人、はい、そしてこのキャプテンシーのアラテフェルトを獲得して、今シーズンこそはという気持ちがあったんでしょうね。新監督も迎えました。前監督はロナルド・スペルボという監督だったんですが、昨シーズンは同じオランダリーグの中で指揮を取っていた監督なんですけども、4ヶ月で解任ということになりましたね。まあ、4ヶ月で解任ということはですね、はい、ちょっと期間としては早いと言いますか、短い時に解雇ですよね。
まあ、当然その開幕前にはですね、それなりの狙いがあってチーム構想があってチームを作ってスタートするわけですから、まあ、それが初めから思うようにいってないということですね。まあ、思うようにいかなくていろんなこう不協和音といいますかチーム内の問題が起きたかもしれませんね。はい、しかし一つのチームをですね見始めて4ヶ月というのはなかなか結果としては出にくいでしょうね。そうですか。まあ、しかし監督業というのは厳しいですね。そうですね。テンカートフリーキックです。テオテンカート30歳です。ジュラが旗手に送ります。ロフリーク、そして右から丁寧に入れられるか。ディフェンダーがいいマークをしました。スロー入れます。アヨーポフ。トゥエンテの方は今みたいにですね、はい、オープン攻撃がいいですね。まあ、右からもしくは左からですね、はい、非常にサイドからの攻撃が有効になってますよね。はい、フィテステのスローインに変わりました。スロワーはアルヤン・フェルメウレン。65分を経過したこの試合です。セカンドハーフ開始から20分。レアン・クロビッチ、はい、今胸でトラッピングした時に思わずこう手が両サイドから出てましたからね。そうですね、このレアン・クロビッチは今シーズンパルチザン・ベルグラートというチームから移籍してきました。オリジンハカ、ブーレバッハ、そしてモルスですが、これもチャンスでしたね。今モルスパスをしましたけどもシュートチャンスでもありましたね。そうですね、縦がうまくラインでつながりました。ドリブルで中を切り裂いていこうというラーメルスですが、これもボールと関係ないところですね。そうですね、おそらく今パス&ゴーしたんですね。フィテッセの方が前へ出たところをこう体でチャージしたんでしょうね。ユニフォームを引っ張るとか抑えるとかですね、はい、さてここで1点を追いかけているフィテッセが選手を変えます。大きな選手ですね。15番のフブルーフェンを入れました。安定ミセに変わります。中盤の選手を1人下げてフォワードを入れました。23歳です。まあ、背の高い選手を入れてですね、まあ、得点を狙っていくという作戦でしょう。はい、直接打ちましたね。ですね、壁にぶつけていきました。その壁が跳ね返ったぐらいの位置のところにこのルーフェンが今詰めていました。エレルマン、モルス、マイケルモルスですね。モルス、テンカートがいますが、パスが強い。ちょっと焦りましたね。アーノルド・ブルフィンク、ヘルメウレン、モルス、ヘルメウレン、ブルフィンク、オフサイド。このブルフィンクという選手は18歳ですけども、よく抗議をしますね。そうですね、若いまだ18歳ですがね、なかなかこうずる賢いプレーを仕掛けてきますしね。まあ、ある意味でそれだけプレーに一生懸命やってるということでしょうね。はい、ここからこの辺あたりからですね、ゲームの流れがちょっと変わってきましたね。はい、こうスペースができてくるなりました。そうですね、エレルマン内に切り込んでいきます。これを折り返します。ああ、
もうちょっと中だったらゴールというシュートでしたね。これかわしてシュートでしょ、おそらくこれ。あ、シュートですか、はい、はは中見てませんでしたからね。うそうですね、モルスがいましたがね、はい。まあ、後半の半ばぐらいになってきまして、こうマークのズレといいますかね、スペースができてきてますよね、はい。フィテッセの方はちょっと攻撃が雑ですね。ですね、はい、レイモンド・アテフェルト。ある程度その基本というのがあるんですけども、攻撃に関してはですね、やはり変化というものがないと崩せませんよね、はい、そうですね、まあ、緩急の変化、それからまあ長短の変化ですね、まあ、強弱含めてですね、その辺のこう小細工といいますか、はい、工夫が必要でしょう。そうですね、テンカートスローイン入れます。入れる場所はちょっとない。アテフェルトフィードします。いいパスですね、はい、マッカイ、マッカイ内に入り込んでいきます。これエルジンハルーズボール、テンカートプレーオン。あ、こっちのファールは取りました。そうですね、こうもつれる場面が多くなってきましたよね。そうですね、はい、まあ、それだけこう体を投げ出してのプレーといいますかね、はい。残り20分です。70分を経過しました。1対0 56分、 LL1 のゲット。赤いユニフォームトゥエンテがリードしています。ロングキックを蹴りました。ベルメウラと、これは何合いませんでしたか。トゥエンテボールですね、はい、32歳のベテランサイドバック、アルヤン・フェルメウラ、ちょっと見間違えましたかね、ボスフェルトが入れました。これフィテッセの方もどんどん前に行くでしょうね、ボールを取り返したブーレバッハ、モスフェルトが入れます。モルス、フェルメウレン、マルチン・ラーメルス、どこに出すでしょうか。ファンデロイ、ヨヘムソン、アテフェルト、変わったルーフェン、ヨヘムソン、エレルマン右に出します。つながりましたね。そうですね、はい、20ベンチ、very keen, I think, to possibly make a substitution. フェルメウレン、オブストラクション取られました。トラーヴィスト come into the frame. With 18 minutes left, it's going to get a fair run at the rack, and it does look like it's about to happen. Still 20 have the advantage, and Elements Boss Felton got the goal.But whether or not that will be the last action he'll have, it's certainly up for speculation, as it looks like they're signaling that it's this man, Yul Elliman, they want to bring up.入れます。よくあそこから入れてきましたね。Because it looks like, but ファンデルハンが結局はキャッチしましたが。Still waiting for official confirmation. 落ち着いています、ファンデロイ。Just joining us here. Welcome to Enschede. This is our big match of the weekend. 20 against Vitesse. He only missed one goal so far. これは引っ張りました。はい。56分に20の
エレールマンを上げた1点でトゥエンテが現在までリードしていますが、この辺でテコ入れということなんでしょうか。選手を1人変えます。これが合わせて2人目の選手交代になります。セカンドハーフすぐにテンカートが入り、今テルアフェストが入っていきました。エレルマンに代わってテルアフェストです。フォワードのエレルマンを下げて、こちらミッドフィルダーのテルアフェストを入れました。ルーズボールがこぼれるシーンが目立っているこの試合です。さあ、その変わったテルアフェスト、まあ、やや守備固めということはありますね。警告出てますね。はい、あ、先ほどのプレーでですね、はい、5番のフェルメウェン、今日初めてのイエローですね。アーテフェルトからのボールですが、ホイッスルが鳴っていましたね。ブルフィンク、ここオフサイドでしょう。ははなるほどね。アテフェルトと結局、ブーレバッハ、そしてモルスが出したボールですが、オフサイドポジションでした。これはチャンスですね。はい、あ、シュート打ちました。久しぶりに打ったシュートという気がしますね。ファンバンロイです。この選手は NEC、はい、ネックから移籍してきました。フィテッセの方はとにかく1点ですから、まあ、今のならシュートを打つでしょうね。そうですね。75分を経過しました。テルアフェストは左の前目のところにいますね。野本中出場、ウプルーフェン、キャプテンのアテフェルト、タイトな守備を見せていますマルチン・ラーメルス、ファンデローイ、アリアン・フェルメウレン、ラロス、Strong run, three in the centre. Put out of play there by Nico Jan Hoekma. ファンデロイ。フィテッセの方は早くも前線に放り込み始めましたね。そうですね。残り15分という時間ですが。ボスフェルト、あーっともったいない、テルアフェスト空振りです、はい、これはいけないですね、いけないですね、はい、思わず力んだんですかね、中出場テルアフェストもったいなかったですね今のね、まあ、チャンスでしたからね、ミートしてうまくいけばゴールと、はい、途中から入った選手ですから、はい、いいセンタリングですと混戦の中ポスト、これはアンラッキーでした。クロビッチ、久しぶりに登場しましたね。ここでしかしクロビッチ残してかわして1番のラロスですか、はい、いいドリブルでしたね。そうですね、スピードで抜け出してセンタリング、これがラロスのセンタリングです。ここなんですけどもキーパーチャージにも、ね、どうでしょう、微妙なポジションだったですけれどもね、まあ、レフリーが流したということですから、はい、クロビッチのシュートが右ポストに当たったっていうことが痛いですね。そう、痛いですね、はい、入れてればゴールインでしたからね、はいはい、いや同点に追いつくチャンスでした、はい、フィテッセ、やはりこのペナルティーエリアにかかってきてからのスピードある突破、そこからのセンタリングからのシュート、はい、この辺がやはりチャンスになってますよね。そうですね、テンカートが入れます、まあ、ですから一つのポイントはやはりこうペナルティーエリア内にいかにかかっていくかということでしょう。はい、クロビッチ、さあ前の方に選手を集めたい、ワンテンポツーテンポ遅らしてサイドチェンジを見せたアタフェルト、右からユハムセン、
縦に送ります。途中から入りましたルーフェン、真ん中です。キャプテンを使います。アンデロイ、左からフェルメーレン、ほとんどの選手が上がってきました。フィテッセです。ラロス、フェルメーレン、アンデロイ、まあ、相手ももう引いてしまいましたからパスはそうありません。どうするでしょう。これハイクロス、もったいないですね。はい、はい、今みたいなボールが中に返ってですね、まあ、ワンチャンスで得点と、はい、いうことがありますからね。フィテッセの方はもう完全に1点を取りに行ってますよね。一方トゥエンテの方はまあそれに対してとにかく守ろうと、はい、守備固めに入ってますね。早く守りましたファンデロイ。スローはテルアフェスト、フレッド・ルーテン、マイケル・モールズ making himself available to the Hill to Harvest。 We have ten carp with the cross in Elzinger trying to spread it against the player in the center completely unmarked。 Bosfeld goes in there as well。 前は3人、 Bosfeld is hoping to get involvedElzinger, quarterback, nicely done. Brugink, will hit the near post. It's a corner. コーナーです。しかし激しい戦いが続いてますね。そうですね。もう体力と集中力の限りを尽くしてのゲームになってます。立ち上がりからコールですもんね。はい。Michael Moles will be one of the targets. It's interesting that Mackay goes and tries and...これもコーナーキックの位置取りも激しいですね。そうですね。ここは大事なポイントになります。ドッグファイト、ルーズボール、トゥエンテが拾います。テンカートが入れます。ヘディングでクリア。80分を経過しました。ブルフィンク。前返しました。フィテッセ。ベルメーレンが送ります。いい形で中ラーメルスが上がります。マッカイ引っ張りましたね今ね、はいはい、This is a very dangerous situation。 サンダル・ボスケ、ゴールキーパーサンダル・ボスケルです。これはかなり大きな声で指示に出してますね。分かってるでしょうね、はい、壁の位置とかですね、ここで1点は取られたくないでしょうから。いやそうでしょうね。ナトフェルト、ラーメルス、ヘディングし、こぼれたボールを狙います。ルフェン、ヨヘムセン、スローに入れます。ファールを取られました。ジュッケン15番のフップルーフェンです。安定ミセに代わってセカンドハーフ途中から出場しています。バックパスですね。はい。Definitely, Jurman Herbach's going to come on. So Herbach is about to come into the frame. Michael Moles is one possibility, and it looks like Michael Moles is going to be the man. Whether or not this is a tactical thing or Moles is coming in a little injury, I'm not sure. They're clearly going to bring on Michael Moles.この辺になってきますと、ほとんどこの体力と気力の勝負ですよね。はい、そうですね。まあ、そういう中からいかにそのチームとしての機能といいますか、コンビネーション、はい、プレーをうまくつなげられるかというところがポイントでしょうね。そうですね。クロビッチ、ホフマンがタイトなマーク、まあ、ギリギリなところで戦ってますから、そうですね。ここで倒されたです、クロビッチ。フェンテが選手をもう一人変えます。ホイバッハ入れます。
21歳ユース上がりの選手です。モルス外すんですね。フォワードのモルス外して、やはりミッドフィルダー、先ほどと同じフェストと同じくミッドフィルダーを入れました。トゥエンテ、ホイッスルが鳴っていましたね。まあ、トップの選手を下げたということは守備固めですね、はいはい、中盤は厚くしてということでしょう。サンダーボスケル、プレースキックを蹴ります。オスカー with the clearance. Forward. やはりこう見ててですね、守備といいますか当たりがかなり激しいですよね。そうですね、まあ、強くて、まあ、激しく、しかも人数を多くかけてますから、はい、これを突破するにはですね、やはりよほどのこのフォワードのキープ力とか、もしくはこのオーバーラップで外からの攻撃ですね、はい、こう多彩な攻撃を組み立てないと難しいでしょうね。そうですね、まあ、その辺の攻防が続いているといった状態ですね、はい、まあ、トゥエンテがさほど前にかかってこなくなった分、フィテッセがボールを持てるようになったんですけれども、カウンターはありますがバックパスです。85分を回りました。1対0です。ホームのトゥエンテ、赤いユニフォーム、やや守りに入っています。ルフェン、これも、まあ、チャンスですけどもね、テンカートはしかしベテランなん30歳なんですが、よく前に後ろに動きますね。今もルーフェンをよくマークしていました。まあ、今のような場面ですよね、はい、まあ、必ず攻めていればこうチャンスが出てくるわけですから、そこをどうものにできるかという点でしょう。フィテッセの方はしかしもう一人気の利いてほしいところですけれどもね。しかしこの中盤は非常に立ち上がりからタイトでこう消耗するようなゲームでしょうね。非常に厳しいプレッシャーの中でプレーが行われてますね、はい、ヨーロッパっぽいサッカーですね、はい、まあ、ある意味でこのスペースを生かすというサッカーなんですね、はい、で対戦する方はですね、相手にスペースを与えないということをしますよね、はい、ですから、まあ、こういかにこのフィールドをうまく使えるかと、テンカート、テルアフェストへのパスですが、さてトゥエンテコーナーキック、テイクアウト、ハイクロスを入れます。ガラ空きのゴールですが、ホーイバッハ、テイクアウト、またこの左のスペースを使おうとしています。チャンス、テルアフェスト、まあ、シュート場面に顔を出してきてのシュートですね、はい、トゥエンテで途中から入った2人ミッドフィルダー登録なんですが、前目は目ですね、まあ、位置的にはその中盤のポジションに位置をしてですね、はい、こうチャンスとあると今みたいに出てきてシュートを狙うという形でしょう。そうでしょうね、ファーストハーフからよくもうタフな戦いしてますから、セカンドハーフの、まあ、遅い時間から入った選手に動いてもらわないと攻撃の方はねちょっと辛いかもしれませんね。まあそうですよね、変わって入った選手がよく動いてですね、周りを助けるということはありますね、ホイッスルが鳴っています。オフサイドですか。それはオフサイドですか。クロビッチ、クロビッチ不満そうですね。まあ、この時間になってですね1点を争うというところですから、まあ、本人は絶対オフサイドじゃないと思ってプレーしてますからね。そうでしょうね。
1対0のままゲームが進んでいます。第16節、全34節のオランダリーグです。まもなく折り返しという地点のゲームをご覧いただいています。12位のトゥエンテと10位のフィテッセ。これトゥエンテのバンドですかね。そうでしょうね。音楽が始まりましたね。シュートまで打てるか。ボスフェルト一瞬ちょっと引っ掛けたような、プレーでしたが、はい、ポール・ボスフェルトです。25歳、右足、そしてこうですね、まあでもそれほど引っ掛けたという感じではなかったですよ ね、 そうですね、まあ、ペナルティーエリア内で転びましたけど、はい、さて時間がほとんどなくなりました。まもなく90分になろうとしています。1対0、エレルマンのゲットだけ。少しずつ時間を殺していっているという感じのボスケル、はい、まあ、当然トゥエンテの方はですね、時間をかけてもいいわけですよね。そうですね、いい形です。一つかわせればチャンスでした。ホイバッハ、高い打点です。もうゴールキーパーに返して大きく蹴ると、そうですね、いうことですね、はい、パントを蹴ります。もう一球切りますね、トゥエンテ。テルアフェスト、ポスト残せるか、シュート、振り向きざまの反転シュート、クロビッチ、クロビッチでした、片手で相手ディフェンダーを支えながら、抑えながらですね。あー、ゴールキーパーのファンデルハウも上がってきてますね。来てますね。中にいますファンデルハウ、ペナルティエリアの中です。ここはシュート枠にしたい、壁にかかった。よくブロックしましたね、はい、アテフェルト、壁がなければどうかなというような。あー、ここでタイムアップ。そうですね、いや最後に見せ場がありましたね、お客さんね、はい、まあ、粘りましたけどね、フィテッセの方は、はい、まあ、今シーズンともに好調とは言えない両チームだったんですが、相変わらずしかしタフなゲームですね。タフなゲームでしたね、まあ、身体能力のあるですね、はい、しかもこの集中度の高いいいゲームでしたね、まあ、前目の部分のその何ていうんですか、決定力みたいな部分で、はい、課題を残す両チームという感じはしますけれどもね、まあ、なかなかこの守備が激しいだけですね、攻撃の方が見どころといいますか、チャンス少なかったですけどもね、はい、まあ、しかしそのチャンスを生かしたトゥエンテのこの1点、はい、まあ、外からの攻撃でしたね、最後はこのセンタリングをよく詰めましたね、モルスが詰めて、モルス、そして最後エレルマン、エレルマンですね、はい、まあ、こういう激しいですね、中身の濃いゲームをまあ、1対0で勝っていけるということもそのチームにとっては大きな要素ですね、うん、そうですね、はい、ということでご覧いただきましたオランダサッカー 95-96 シーズン、トゥエンテとフィテッセのゲーム、1対0トゥエンテが勝ちました。尾崎和夫さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。